どうも、翔吾です。今ですね、シグマ FP の動画を撮り終えました。はい、まあ、この動画が上がってる頃にはもう、前に上がってると思うんですけど、まあ、自身の、シグマ FP を使ってきての使用感であったりとか、そういった部分を、ちょっと長めの動画として、上げてると思います。すでに見ていただいた方はありがとうございました。まだ見られてない方は概要欄の方にリンクを貼っておきますので、よかったらまた見てみてください。まあ、今回はですね、雑談会ということで、シグマ FP についてもう少し、触れていこうかなと思います。で今回話をしていく内容は、カスタム設定ですね、後ろのボタンの割り当てとかなんですけど、それでちょっと自分なりに使いやすいやり方があったりするので、その紹介をしていこうかなと思います。ただ、その話に入る前に、Sigma FP の問題点にあと一つ触れておかなきゃいけないポイントがあります。実は今 Sigma FP と、今撮ってるのが FPL なんですけど、この2台を使って普段撮影をしてるんですよね。でこの2台って、ものすごい似てるんですけど、3つほど、違う場所があります。これがSigma FP が出た時に結構問題点として指摘された部分が FPL の時に改善されて出てきたっていうような形になってます。その部分もちょっとこのカスタム設定する上で、知っておいてほしいので、ちょっと話をしていこうかなと思います。まず一つ目なんですけど、問題点一つ目ですね。このマイク端子のラバーのカバーですね。ここが結構ラバーの部分が長いので、ちょっと触れたりするとここ開いちゃうんですよ、すぐ。そう、この、マイク端子のカバーがすぐ外れるっていうのが、結構問題点として、上がってたみたいで、FPL からはこのラバーの、ここの長さがちょっと短く、なっています。これが一つ目。で、二つ目はモードボタンですね。このモードボタンっていうのがあるんですけど、これは、カラーモードとかではなくて、絞り優先とかシャッタースピード優先とか、それを切り替えるモードボタンなんですけど、これが結構出っ張ってて、でしかもこのある場所が自分が持つ場所の下にあるんですよ。なのでここの手のひらの部分とかが当たったりして、モードボタンが勝手に押されてしまうっていうのがちょっと問題点としてあったみたいです。なんで、FPL からはここのモードボタンの高さがちょっと、低くなってます。で基本こっちが使っている時は、あまりそのモードボタンに触れないですよっていうのが、改善されています。実際使っててこのマイク端子の部分と、このモードボタンはあまり気になったことないんですけど、最後の一つ、このコントロールダイヤル、後ろのダイヤルなんですけど、これのクリック感がちょっと弱いっていうのが結構大きな問題です。実際使っていると、最初これシャッタースピードの変更で割り当てられてるんですけど、どんどん上げていってもなんか感度が悪くて逆に下がっていったりとか、あとこの、音聞こえますかね、こんな感じでクリック音がするんですけど、1回クリックしたら1ノッチとして、間で 0.5 ノッチくらいでこれ止まったりするんですよね。でこの状態で設定いじったりすると、なんか急に数値がバーって変わってしまったりとか、撮影のたびにすごい数値の設定がうまくいかなくて、結構これはストレスに感じたことがあります。でこれを改善するためにちょっとカスタム設定、カスタムボタンを割り当てれないかなっていうのを考えていって、今ではこのコントロールダイヤルを使わなくてもスムーズに数値を、設定を変えれるように設定をしてありますので、今日はその紹介をしていこうかなと思います。はい、雑談会は基本このままアングルを変えたくないんですけど、さすがにそれじゃ画面が見えないので、ちょっとここから画面を切り替えたいと思います。はい、じゃあ今これが Sigma FP の画面になります。まずですね、 Sigma FP の、ちょっと問題点と言ってたところが、このマイク端子のラバーの部分が長いですよっていうところですね。それともう一つはこの下の部分、モードボタンですね。ここがちょっと出っ張りが強いので、こう持ってる時に押し込まれちゃって、これが勝手に切り替わってしまうとか、こういうのがちょっと問題として挙げられていました。で最後の一つがこのコントロールダイヤルなんですけど、これ今わかりますかね、あれ結構スムーズに F 値変わってる。ああでもこれです、今同じ方向だけ回してるんですけど、ほら上がってった時にちょっと下がったりとか、こんな感じでちょっとここの感度がすごく悪いんですよね。なんで思った F 値にこう設定できないっていうのが、っていうのが結構問題点としてあります。このコントロールダイヤルをうまく使えるように今回は設定していってるんですけど、まず Sigma FP についているダイヤルなんですけど、まず一つ目、上にこのダイヤルがあります。これと、背面のダイヤルっていうこの2つで、設定を変えていくことになるんですけど、もともとは上のダイヤルが、絞りで、後ろのコントロールホイールが、シャッタースピードになってます。なので初めの頃は、このシャッタースピードの設定っていうのがすごい難しくて結構苦労してました。
で、まず最初に変えたのがこの上のダイヤルとコントロールホイール、このダイヤルの設定を入れ替えました。ではこっち側でシャッタースピード、背面の方で、縁を変えれるようにしてます。なんでこうしたかっていうと、今ここにあるこれですね、i シリーズのレンズなんですけど、こういう感じで単焦点のレンズとかを使ってれば、絞りリングがありますよね。なんで、レンズ側で絞りを設定することができるので、シャッタースピードを上で変更できて、あとは、このレンズ側で絞りが設定できれば、結構困らないかなと思って、ここの設定は入れ替えてます。なんで上で、シャッタースピードでレンズで絞りを変えれるように、普段はしています。ただですね、今つけているようにこのズームレンズとかになってくると、絞りリングがないので、じゃあそういう時にどうしてるかっていうと、後ろのここのカスタムボタンっていうので縁の設定をしやすくしています。このままコントロールホイールを回してしまうとさっきと一緒なので、実はこれの、右側ですね、ここに F 値のカスタム設定をしてありまして、押すとこんな感じで F 値が表示されるようになります。でここからこの上のダイヤルを回していくと、ここで F 値を変えることができるんですよね。わかります？そう、一つボタンを押す手間は増えるんですけど、これを押してあげたらすぐに F 値を変更することができるので、これで普段こうこのコントロールホイールを使わなくても露出の設定ができるように普段はしています。で、あと、じゃあそれができるんだったら他の値もここの、カスタム設定できるんじゃないかなと思って、それぞれ露出に関する部分とか、ちょっといろいろここにカスタムを割り当ててるので、それも紹介していきます。で、今右がそうだったんですけど、左側にするとこれは ISO 感度になってます。今 ISO オートになってましたけど、こんな感じで、ここを押せば ISO 感度も上のダイヤルで変更することが可能になってます。でまた上を押すと、これはホワイトバランスですね、色温度、これ今、色温度の 5500K の状態になってるんですけど、ここをまたダイヤルをいじってあげると色温度を下げたりとか上げたりっていうのがスムーズにできるようになっています。なんで、このあたりを使えば、色味とか、露出っていうのをすぐに合わせることができるので、これがすごく使い勝手がいいかなと思います。最後、これの下っていうのがこれ、見たことある方いらっしゃいますか？動画やってる方は結構知ってるんじゃないかなと思うんですけど、フォルスカラーっていうやつですね。これ要は明るさの分布を色味で表してくれるんですけど、これで露出が今どうなってるかっていうのがすぐにわかるので、ここで露出合わせながら、時々このフォルスカラーを押してあげることで、すぐ露出を合わせれるように設定しています。これが結構個人的には、このコントロールホイールの問題点も改善してくれて、露出設定とかそういった部分がしやすくなったので、もし今 Sigma FP を購入されて、ちょっとこのコントロールホイールで悩まれたりしてる方は、一つ使いやすくするポイントかなと思いますので、ぜひ真似をしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。これがですね、今まで Sigma FP を使ってきて、自分なりにちょっと使いやすいようにカスタム設定してきた内容になります。ぜひですね、皆さんも、これが使いやすそうだなと思いましたら、真似していただけたら嬉しいかなと思います。最後にちょっと補足なんですけど、この、Sigma FP の問題点、3つあるって言ったんですけど、この点に関しては、今もやってるのかちょっと分かんないですけど、 Sigma さんに実際に、送っていただいて、で有料にはなるんですけど、 Sigma FPL と同じように乾燥して部品とか交換してから、送り返してくれるっていうサービスがあるみたいで、そこまでやってくれるんですよね。これちょっと本当にびっくりしました。こういったところ Sigma やっぱすごいですよね。っていうのがあるので、そういうのを利用してもらって、より使いやすくしてもらうのもいいかもしれないですし、有料なので、そういうのを使わずにそれでも使いやすくしたいっていうのがあれば、今日みたいな感じで、ちょっとカスタム設定で補ったりしてみてもいいんじゃないかなと思います。ちなみにですけど、これはもう変態的な考え方なんですけど、自分はこれ変える気はありません。これはこれが Sigma FP の仕様だと思ってます。そう、もうこのコントロールホイールのなんか柔らかい感じとか、モードボタンに当たっちゃうとか、このラバーが長いとか、これ自体はなんか使っててコントロールホイールはすごい感じますけどね。でもそういうのあるんですけど、これはやっぱ Sigma FP はこれだなっていう感じがしてるので、これは変なこだわりですけど、自分はこれ変える気はありません。はい、ひょっとしたらそういう方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さんは好きな方を選択していただいて、より使いやすいように、Sigma FP 使ってみてください。
はい、まあ、今回はこれで、Sigma FP の、まあ、カスタム設定についての話を終わろうかなと思います。まあ、今後もですねこんな感じで Sigma についての話であったりとか、まあ、Vlog で Sigma のテストとかしたりもしていますので、よかったらチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。また今回の動画が参考になりましたら、グッドボタンを押していただけると励みになりますのでよろしくお願いします。あとですね、今回自分の、こうカスタム設定を上げましたけど、皆さん使われている中でこういう設定にすると使いやすいですよとかっていうのがあればぜひコメント欄に、記入していただけたらちょっと、参考にしてみたいなと思いますのでぜひぜひ記入をよろしくお願いします。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。やっぱそうでしょ、 Sigma FP ってこれが Sigma FP ですよ。 FPL とやっぱ違うんですって。このまま使うのがいいと思いません？これ自分だけですかね。